はーい、ピチピチだっぴー。みんなのチンチンの先っぽについてる、オナティッシュだよー。やっほー。はい、というわけで皆さん、これ待望の時間やってまいりましたね。このね、例の、マルコガチャじゃねえや、間違えた。マルセウガチャ、モラクガチャで出てきた4人よ。まぁ、ちょっとね、僕使ってみたんですよ。まぁ、何試合だな、4、5試合ぐらいですかね、やってみたんですけども、まぁ、1個だけ言わせてください。この4人を持ってない、今回当てれなかったという方、問題ないです。はい。てか、まずそもそも言うんやけど、俺サイドバックとかそもそもあんまり使わんだよ、正直。だから、なんて言うん?フォワードの選手に対して、このキーパーグローブ超良くない?って言うみたいなもんで、わからんのよ、正直。サイドバックが優秀かどうかなって。そんな人間のところに、そんな YouTuber のところにサイドバックがガーって集まった。そら握手じゃろ、アリンコ言うてね。ジョルダン・アマミーと酒井宏樹に関しては、すごいいい使い方見つけちゃいました。こいつら二人に関しては、試合中にちょっと説明していきますよ。で、フォレバルトゥールなんですけど、フォレバルトゥールもね、後半はゴミよ。確かに。妖精になるで、マジで。も腹なんてもうね、一週間に二、三回生理になるぐらいから。マジでもう一生の半分が生理みたいな感じで生理になるんですけども。まあ、そこに目をつぶると割といいかな、みたいな。っていうのもやっぱりね、こいつ見てください。まあ、ね、能力、危ない!やっぱね、スピシュンがね、早いんすよ。99、98で。で、ディフェンス能力もね、それなりにあるということもあって、結構、センターフォワードバー抜かれました、みたいな。裏取られました。あ、終わったと思ったら、こいつがビャーって来てからなんかボールかすめ取る、もしくは体ぶつけるかなんかして、シュートが外れたりとか、ボール取れたりするんですよね。意外と守備にも貢献できるというのが、このフォデバルトゥールを取ってよかったなって思うところですね。で、イスラムスリマニも、こいつも先言ってみましょう。イスラムスリマニに関しては、なんかね、こいつ嘘つきだわ。こいつ嘘つき。なんかね、意外と、このパーステータスバーンって見た瞬間に、うわ、ヘディングとかでバッカバッカ決めるやつや、みたいな。あ、シュートとかなんかいっぱいスキル持っとるけん、結構ミドルとかギャンギャン打つやつやと思うよ。意外とそんなことない。意外と。なんで、スーパーサムによくあるなんか、異常なほどの決定力を持ってる選手いるじゃないですか。あいつらにはちょっと一歩及ばず、みたいな感じ。俺はこの場所に陰を転がす。まあ、どういう感じのスカットでやるかっていうところもね、ちょっとポイントになってくるんですけど、これだー!コロナとーコーチヒロキ、こちらアビーでやっていこうと思います。そして久々にクリバリとかも入れてみました。で、二人おらんやないかいと思うと思うんですけど、このモナコの二人ですね、後半から来てもらおうかなと思いまして、まあ、サイドバックに関しては調子がいい方を使いましょうという感じですね。で、この、イスラムスリマニに関しては、これなんかそのセカンドアップ、今、フェリックスがおるところにバーンとぶっ込むって感じですね。はい。で、基本的にこう、サイドを使おう、サイドを使おうって感じで攻めていければなと思ってるんで、そんな感じでやっていくのでよろしくお願いします、マンコ。ちなみにレーティングはもう余裕で1200下がりましたよ、もちろん。もちろん俺らは抵抗したで、モナコとマルセイユで。でもあかんかった。ボロ負けじゃん。お、見てみ。おい、国とかな、お前、誰だ、お前、ベースチーム国にしとるやつだな、言うてやろうか、大体強え。とりあえず、こいつらのコンディション安定の低さ、これ問題やから、しっかり見ていこうと思います。はい、オッケー。いいね。最初どっちにしよう。迷うけど、ここは最初ではマルセイユの陣で行きましょうか。まずはマルセイユの陣、そしてその後モナコの陣で行きましょう。なんか、あれだね、センターフォワード喧嘩してね。なんか、クリロナとベルカンプ喧嘩してなんかお互いにプイみたいな。ナルトとサスケみたいになってない?プイ!お前はすぐに持ってこい。よしです!マリオスがいい守備をしましたと。フェリックス。これ一回紙質使うか。これ行ったな、ザニオロドンや。これザニオロ、あれ何カイ君行って、一発ドン、言いましょうか。ザニオロが一回ドン当てて、で、フェリックスがいい位置いますね。はい、ザニオロが行っちゃったと。はいね、全くもって二人関係なしと。うわぁ、マルセイユの二人関係なしといったところでね、点が決まらないということですけども。なるほどな。しっかりマルセイユの二人使わんかいということか。なるほど。コナミからのメッセージ読み取ったぞ。ならば、坂井宏樹、お前が、あー、しまった。じゃあ、あいつはドリブル技一個持ってねえから、ちょっとずつ目視しかでき。将棋と一緒だから、あいつら二人。ヒロキこれね、ワンツーで抜けましょう。で、ここでちょっとキープして、せい!あー、カンビアスと戻りつつある。しかし間に合う!ヒロキ!ここだー!なあ!ちくしょー!はい、これで、ビエラが来るけど、最終的な場所分かってるんだぜ。バレてるんだぜ。お前がどこ狙う?分かっとってもむずくない ?UFO キャッチャーと一緒、マークするんて。持っていきたいところに持っていけんのよ。UFO キャッチャーと一緒。これはね、さて行っちゃいましょうか。一気に上がろう。で、フェリックス!いいぞ!あー、くそ!何がピンポイントクラスだよ、嘘つき!サガイロキ、お前のディフェンス能力の高さ見せてやる。サガイロキ、お前の適応力の高さ見せてやる。うわ、アレクサンダル・ゴロビンのオナドリオが一番きつい。一番きついやけどー!お前、ふざけんなよ!おい、やめろって、ヒヨキ何しょあいつマジでトラップしてくれ!おい、殺すか、お前ら!おい!喜ぶ人じゃだけじゃ!俺がおもんないんじゃ、くそ!あ、おい、バカ。だがしかし、白木。今日はお前で行こうと思う。なぜならお前のセンタリングに全てがかかっている。ええー、ぐあいつ、クソ雑魚、クソ雑魚、あのゴリラ、マジで。
あいつキモ、坂ひろきとかいうやつマジでキモくない？そらうちのお父さん嫌いになるわ、坂ひろきのこと。わかった、ようやく理解した。頼むぞ。あぶねえ、どんな、あ、入っとるやん。いいもん、ずるしよっと。川島英二みたいに。マジあの豚ゴリラ殺したいんだけど、こいつマジで。生意気なガキね。てか、お前なんかさ、今まで安定してプレイできよったのになんで急にそのふざけたなあ、しかもちょっとへばっとるし、ちょっと攻撃参加したくらいでキモいんじゃ、こいつ。で、だがしかしまあね、ここでちょっとなんかイスラムスリマに、この男がちょっと火吹いてくれるんちゃうかなって思っとるわけ、俺は。はい、オッケー、チャンネル。え、よく。で、スリマに。あーボコ、お前らマジでなんな、録画中やったらやる気なくすんか、お前ら。なあ、カメラ回ったら急にやる気なくすな、お前ら最近な。最近ふざけるよな、令和チャンネルのなんかそのスマートフォンの中に入ってる選手みんな。お前フィジカル弱すぎや。弱すぎ。ここ。そう、つまり、アーリークロスだ。すなわち。すまし、坂井宏樹、お前の優秀なところ、それはアーリークロスでやるぞ。宏樹、いけ。来たな。よし。宏樹、あげろ。そして、スリマリがドーン！バカ、ほら、見ろよ！見ろよ、この嘘つき、ほら！決定力95オーバー、ヘディング95オーバー、フィジカルコンタクト95オーバー、ヘッダー持ちでこれや！嘘つきじゃん、こいつは！よかったら当たらんかったやつ。チェンバリングこれ当てて、ザリオロこれ、クマンダッチ、ナイス。で、カイ君がバーン。で、カイ君に使いたいんけど、お前はゴミ。イスラムスリマニー。あそこでなんかどうにかできるパワー欲しくね、やっぱり。男なら。いいね、バルトレ。ここで戻ってこれるけど、取れるとは言っとらんと。あ、オッケーオッケー、まあ、これ。バルトレのいいとここれ。まあ、スピード速いから、なんとか戻ってきて、足を引っ張るくらいできるっていうな。そういうこと、そういうこと。東京グルディの錦先輩みたいな感じ。もうやられとるけど、まあ、なんとかなんていう、時間稼ぐぐらいはできるみたいな、そんな感じですね。はい！すごい！いた！いや、と、弱っ、こいつ！ゴミや！ゴミや、こいつ！フィジカル弱っ！今まで見てきたフォワードなんか一番弱い、お前が！すごいわ！そこしか強いとこないと思ったら一番弱いそこが。はぁ。やったらもう。え、行くくらいこいつ。ファールもらうかできる。痛いよーみたいな。何やこれ。何これ、お願いマッスルか、お前。見せかけボディーか、貴様。ボルトル蹴れ。いけ。ワンチャン入るぞ、これ。すごい。死ね。ようやってくれたな、金も、俺から金も取って、その上レーティングまで奪うんか、クソが。しんどけ、坂井のしんどけ、ナイスクリバリー、ようやった。終わったか。雑魚。お前、ま、え、これほんまによ。え、これほんまによ。え、お前らちょっとさすがに弱っていて、もっと良かったって、お前ら。え、俺こんなにする予定じゃなかったもん、今。お前らカメラ回ったとどうした、おい。素人か、お前らは。プロだろ、カメラ回っとっても平気でプレイせえや。何ガチガチだったよ、お前。え、皆さんは、もう、はっきり言います。ゴミです。はい。クズです。はい。この動画が終わった後に、皆さんの、居場所はありません。この次の試合が終わったら、このうぞうむぞうどもの中にぶち込まれて、永遠にね、吐きだめとして生きていくわけですよ。ただそれは、今のままだったらの話ですよ。皆さん。これは希望の船、エスポワール、チャンスは己でつかめ。次の試合、活躍したやつ、約束してやるよ。一週間、ガチスカに入れてやるよ。さっきの確かにちょっと強かったかもしれない、お前らからしたら。ちょっとビビってしまうだな、しゃあないな。まあ、カメラ回り出してからな、なんかそのプレス初めてやもんな、ウィニングイレブン上はな。しゃあなかった、もしかしたら仕方なかったかもしれない。でも今回も慣れたやろ、頼むぞ。行ってくれ。よし！はぁ、死ね！ほんまに。もらっこのやつは全員ゴミ。なんやお前、バニラとチョコぶち込んで食ったのかおい。ナイスバレン、あーちょ、誰か取って、カイ君、はい、カメソここで取りたい、カメソここで取りたいな。うーん、カイ君の股を抜けて、はい、またボールが取れませんでしたよーと、永遠に守備してまーす。何この永遠に守備するゲーム、おもんな。ナイス、危ない。カメソ落ち着いて、ヒロキが上がってくるの。ヒロキどこ上がってきよ、サイド行けよ。お前、お前、じゃあ今さら、じゃあ、あっち行け、あっち、ヒロキ、あっち、サイド、サイド、サイド、もっと、そうそうそう、そうそう、そういうとこ、行け、行け、早く、前、前、前、そうそう、相手やから、行け、行け、なん、ちょっと、服みたいな感じ、いった、おいおい、ちょっと待って、ヒロキ、あー、くそ、誰かの失敗した、今すげえ、ピンポイントクロス、誰もあいつのパスに力ができんかったぞ、レーザービームや、また、弥生博士が出てきたか、え、ちょ、カメさん、ちょ、
これ、ひろき。ナイス、ひろき、よく察知した。俺の出番ですかいっつってね。ナイス、ナイス。はい、ゴミ。はい、ゴミ。はい、うんこ。行くか。おい、スーパーサブだろ。多少不調でも使えるってとこ見せろや。オッケー。止めろ。ナイス。チェンバレーン。来た！頼む、スリマリ！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 実は初得点！実はスリマリ初得点なんです。今までツアーのスーパースターにしか手を決めたことなくて。おい、スリマリ、お前もしかしたらこっからスターダムへの道を歩むことになるかもしれんぞ。もう一点上げてみせろ、お前の実力で。したら変わるぜ、世間の目は。スリマリ、スリマリ、ゴミ。マジゴミ。クソじゃん、あいつ何やってんの。チェンバレン、これしっかりね、ボール一回キープして使っちゃいましょう。うん、アマビいいですね。アマビ、うん、うん、ザニオロ。で、一回当てて、スリマリ、そう！アマビ、スピードだ！で、ここで上げちゃえ！スリマリ、こっからぶっかま！はぁ、弱すぎんだろ、こいつ、マジで！フィジカル全部負けるんだけど！全負け、今んとこ、フィジカル！相手の事故誘発して、たまたま点取れただけ、こいつ、今んとこ。スリマリ、でもスリマリ、ここは強い、マジで。うん、ここは強い。ここは強い。ほんまにこのプレイだけ強い。マジで。ほんまにこれだけだ、ちなみに。ここだ！いけた。そう！これが強い！あー、惜しい！しまった、スルマじゃなかったな。あ、いけるな。ザニオロ、一回下げて。そう。で、もう一回。あー、弱い、ちょっと、お前、押せよ、タコが！はよ、旋回シャンシャー走らんかい、ボケ！下げんな、回収走らんっすぞ。えっぐ、こいつら。お主らは、近いき！